ベンサムのガッシュ。というわけで10月8日にデビュー作パブリック EP をリリースしましたベンサムから尾関さん、そして辻さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめましてということで、はじめまして、尾関さん、尾関さん、辻さんですね。はい、なんて呼んだんですか。尾関ちゃん、尾関で、尾関、尾関ね、ずっと尾関で来た。尾関、そして僕はもう普通に辻とかでもうお願いします。 G2 か迷ったんですか。僕は G2 って呼んでる。 G2 って呼んでる。嘘というわけで、もうパブリック EP もう出来たてほやほやなのがこちら届いてるんですけど、はい、初めて見るんですよね、これ。今俺に持ってるやつを。そうですね。そうです。ちょっとど、初めての要はちゃんとしたこの番を見るってことですか。そうです、はい。どんな気分ですか。でもドキドキですいや嬉しいですよね、でもね。そうですね。ちょっと見ていいですか。ちょっと僕も見ていいですか。そうそうそうみんなに見ようよ、みんなに見ようぜなるほどね、こういう感じになってますけども、ね、これね、これやっぱメンバーが影になって並んでるみたいなことですか。そうです、そうです、うん、これで違う人だったら嫌ですもん。確かによろしくお願いしますね。ああなるほど、こういう感じになっててどうですか。いい感じですね。いやいや、作品になるって どんな気分なんですか。もう僕分からないんですけど、このアルバムができて形になるっていうのは、そのリリース自体が初めてなので。 そうですよね、はい、うんうんうん、なのでお店にと考えると、そっか、これがさらに店に並んだ時のね。そうなんです。あるであるでと俺らのあるぞこの野郎と。全く想像ができない。いやいや、並びますから、これがこれがずらっとこういうふうに並んできますからね。皆さんの人もチェックしてほしいと思います。というわけで、パブリック EP をリリースしましたベンサムさん来ていただきましたけれども、僕聞かせていただきまして、ありがとうございます。すっごいキャッチーですね。ものすごい耳に残りました。ありがとうございます。特にこのパブリックって曲、はい、あのサビがどうやって君のことってやつあれがもう超ループしますね。ありがとうございます。なんかあんまりそのなんでテーマがすごい一個のはっきりしてるじゃないですか。だからあんまりごちゃごちゃしてなくても、ね、はい、一つのことをとにかく言うっていうのもいいなと思って、そうですね。すごくなんか耳に残って頭に残るような楽曲だなと思いました。そんで、はい、なんかサウンドがなんかベンサム集みたいなのが僕勝手につけたんですけど、あ、それ嬉しいですね。ベンサム集、もうなんかあのギターの始まりと、はい、あのこのボーカルの感じとっていうか、なんかその全体的に匂い立つ感じがちょっとあって、それをちょっとね魅力的な一つなんじゃないかなと思いました。ちょっと僕のそのしょうもない感想でごめんなさい、ね、ありがとうございます。というわけでいろいろ今日はねベンサムさんをこう掘り下げてどんな人たちなのか魅力をね探っていきたいと思うんですけれども、結成が2010年ということで、はい、約4年前ということで。そうですね。どういう経緯で皆さん、僕とギターの須田くんが地元が同じで、はいはいはい、あ、どちらなんですか。川崎ですね。あ、なんで迷ったんですか神奈川とか。あ、なるほど、ね、神奈川とか地元がふわふわしてるから、ね、なるほど、川崎ですね、はいはいはい、はい、で、そこでそうですね、高校は違ったんですけど、うんうんうん、仲間内でつながりまして、はい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 、で、コピーバンドから始めて。ちなみに何のコピーバンドか。僕と須田はずっとメロコをやってましたね。ハイスタとかやったりして、はい、で、そこからそこから高校卒業しまして、うんうん、まあ、バンドをやっていこうっていう感じになって、うんうん、である程度少し、うんうん、2、3本、はいはいはい、渋谷なりでライブをやってみて。すごいね。緊張したでしょ、渋谷。緊張しましたすごい広かったんですけど。まあね、そうよね。それで、まあ、がっつりやっていきましょうっていう時に、うんうんうん、ベースとドラムが抜けまして。あら、もう就職をしますか。そういう時期来ますよね。すぐ来たんです。わかりますわ。意思確認を。そう、あ、なるほどね。本当にやるお前っていうやつね。行くよっていうのを、うん、俺らは行っちゃうけども、はい、どうするみたいなね、はい、下りがあって、でベストドラムが抜けまして、うん、僕と辻くんが同じ職場で働いていて、はいはい、おお、そんなつながりで。そうなんです。あら、まあ、じゃあ誘われて、はい、どうでしたその時は。いや、
その加入する前から、うん、ライブには見に行っていて、あ、そうなんだ、でいい声だなと思って、で曲もキャッチーだし、うんうんうん、いいな、いつかなんか一緒にやれたらいいねっていう話は一緒に働きながら話してそうし相愛じゃないですか。そう、その時のタイミングぐらいで一緒にやらないっていう声をかけてもらえて、ちょっとちっちゃいガッツポーズしたぐらいだ。あ、そうですね、もうっていうね。即決で、あ、そうですね、もうすぐメンバーだったんで、サポートとかではなく、あ、そっか、普通だったら何回かちょっとサポートでやってもらってみたいなくだりがあるけど、そうですね、割ともうそうですね。で今、4年と、はい、どうですか、やってきてようやくって感じですか。このバンドってこんな大変なんだなってそれなりどういうところが、いや、なんかそのいい曲があって、うんうんうん、そのライブ活動をしていたら人気が出ると思ってたんですよ、うんうん、まあでもちょっと分かりますよ、その感覚。これかっけえなって思われたら売れるんだろうなみたいなのがあって、そうそう、でなんか聞いてる人分かってるだろうみたいな感じでしょ。そうですね、俺はもうそう思ってたわ。これまではちなみに2枚の自主制作版をリリースしてたということで、はい、なんかこういうバンドを目指すみたいなイメージみたいなのあったんですか。どうですかね、うん、そのメンバー全員音楽があまり同じ、はいはい、あ、共通は している部分はあるんですけど、こういうバンドでっていうのがなかったので、うん、あ、そうか、なんか、そういう時ってどうなるの。曲作りで揉めます。そうだよねだいぶ揉めるよね。揉めますね。方向性が全然違うもんね。で、誰がまとめるんですか、そういう時って。は、曲を持ってくるのは僕が主に持ってきて、うん、あとギターも持ってきたりするんですけど、はいはいはい、それで、まあアレンジをバンドで固めていくって感じなんですけど、そのメロディーを軸に置いて、はい、あとはもう各々の好きなようにやっていくっていう感じです。これじゃあこうなるまで結構時間かかったってこと。その当初は最初の頃かかります。一曲ができるのが長いんだそうなんだ。遅いんです。これはどうかな、あれはどうかなってずっとやるので、それはなんかこういうアレンジでもやってみよう、やってみようみたいになって、そうですね、もう全部一通りやってみるんだ。うわ、時間かかるね、それね時間かかりますね。喧嘩とかはするんですか。喧嘩はないか、基本そんな喧嘩はないですね。言い合い的 なんか意見のぶつけ合いはたまにありますけど、そんな喧嘩しないし、みんなも仲いいので、そこまで、はい、なるほど。喧嘩っていうよりはもういいディスカッションというか、そうですね、練習終わりに悪口言い合うぐらい。いや、結構ね、契約じゃない、割と契約じゃない嫌なタイプの喧嘩ですね竹口番組知らないところで言われてるやつある、なんとですね、今年春以降キートークとのツアー、そうなんです、ゲストアクトが大抜擢されてると。4公演に出るんですね、はい、しかもね、すごい。キートークとはもともと何かつながりがあったんですか。は、KOGA からリリースするということで、はい、あ、そうか、はい、そこでのつながりで、はい、どうですか、もうそのキートークの、あ、まだやってないのもんね。もうやりました。あ、もうやった、やりました。どうでした。年が同い年なんですけど、そうか、僕と同い年で、キートークと同い年なんですね。なるほどなるほど、もう大先輩。やっぱそういう感じだろ。圧巻です。あ、もう年関係ないんだ。関係ないです。あ、やっぱその どこで分けられるの、そういうのって。よく分かんない。いや、分かんないんですけど、最初会った時に、うん、もう同い年っていうの分かってるんで、うんうん、そうだよね。ちょっと負けちゃいけないと思って、最初から結構強めに言ったんです。ああ、うい、よろしくっす、よろしくっすみたいな感じで。うん、もう始まったらもうこんな。バンドの一体感とかね。どうかありますね。ああ、まあ経験値みたいなものね。いや、もうそうですね。やらせていただいて、ありがたいです。まあ、そうだ。笑いとかだと芸歴で完全に年先輩後輩になるけど、そうそう、音楽だとなんかあんまり関係ないのかなと思ってたけど、でもやっぱり先輩は。いやいやいや、追い越していきましょうよ、先輩をね。で、今回の作品がフロンティアバックヤードのタガミックさんによるプロデュースと、はい、こちらまた大先輩ですね。もうこれこそ大先輩ですよね。もうやばい、とんでもないモンスターね。中高の時に聴いていた、そうだよね、あの田上さんがまさかプロデュース。いやー、そういうのってどういう気分なの。もう目が見れない。あ、まあでも分かる分かる、なんか何言われてもね、はいはいってなっちゃうね。で、どうですか、その一緒にこの、まあ、ものを作るというのをやってみて。その僕らも真剣に今までやってきたつもりなんですけど、やはりそのプロの発言といいますか、そのすごいですね、やっぱ一個一個の発言に全然違いますね。あ、そうか、そういうことなんだみたいな。やばいです。なんか印象に残ったエピソードみたいなのあります、まあ、ちょっとしたことでですよ。
その曲をベンサム側からこんな曲を用意してきましたって聞かせた時にすごい なんかもっと言われると思ったんですよ。ああ、なんかイメージ的にもっとこうしようよとか、うん、もう全然そんなことなくて、うん、その僕らの意思をちゃんと組んで、うん、組みながら、うん、タミさんが考えてることだったりとかをもう織り交ぜて織り交ぜてっていう感じで、うん、すごくこれ本当はやりたくないんだけどなとかが ない。ああ、それ超いいですね。すごく満足して、うんうん、ストレスがないようになってしまいました。楽器に関しても結構言うんですか、このベースはもっとこうした方がみたいな。あ、フレーズに関してこう少しだけこういうのどうかなっていう提案が本当に、なるほどね。やっていざこう合わせてみて、うん、こっちの方がいいかなとか、前にちょっと戻してみようかとか、そういうのを一緒に試行錯誤してくださったり。すごい、あ、結構がっつりやってくれるんですね、やっぱね。そうですね。やっぱ人から何かプロデュースされるっていうのは初ですもんね。言ったら初です、はい、初めてです。どうですか、出来上がって聞いたの、最終的に聞いたのは。もうインパクト重視というか、うん、もう中身も濃くて、うんうんうん、最初がこれでいいのかなっていうぐらい名盤ですよ、うん、急に仕事モードになりましたけど本当に急にすごいいい感じです。いやでも本当にね、耳に残るんですよね。キャッチーだし、なんだろう、あのフレーズがどうやって君のことを振り向かせたらいいのって、あのフレーズいいね。ありがとうございます。これは今あのフレーズ高見さんじゃないでしょ。あ、僕です。あれまでは違うね。いや、それやばいっす。それやばいっす。このフレーズどうかって。あれまで高見さんだったらもう高見さんの曲になっちゃうんで。そうですね。あと個人的に僕ドラムのプレイがすごい好きです。いいっすよね。ごめんなさいね、いない人褒めて。いや、全然。メンバーのことはもう嬉しい。いや、もうあの最後のなんだっけ、曖昧未満か。はい。あの曲のドラムが僕、しびれました。ぜひとも、ぜひとも聴いてください。超しびれ楽曲になってますんで。そして、ね、1曲目のパブリック、ミュージックビデオを今作ってると、はい、まさに作ってる最中って感じですか、それとも、大体撮り終わって、もうすぐできそうだぞみたいな。そうですね。どんな作品になってるか、ちょっと、だけ教えてもらうことできますかね。撮ってもらう人を加藤真理さん、はい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 、という方に撮っていただいて、はい、それで僕マリさんの作品がすごいずっと好きで、うん、それでマリさんにお願いをして、うんうんうん、まあ、どういった形のを撮ろうかっていう話し合いをちゃんとメンバーでして、まあ、ちょっとパブリック EP も攻めてるので、はい、ちょっと面白いことをしようというか、なので普通じゃない PV になってます。ああ、俺超好きそういうの、なんか違和感があるやつってことですよね。違和感しかないです。いいですね、はい、そもそもだってミュージックビデオ撮ること自体も初めて、はい、初めてです。初めて尽くしだね。初めてですね。ちなみに映像込みのインタビューは初めてです。ありがとうございます。しかもね、これこのアルバムというか EP、 タワレコメ、タワレコードのタワレコメ、しかも HMV の H 押し、おはようございます、選ばれてるということで、おはようございます。すごいですね、初めてなのに行き過ぎじゃない、ちょっと。え？プレッシャー、戸惑わない、戸惑わない、大丈夫。いや、もうグイグイ行こう、グイグイ行こう、もうこれはもう乗っかっとこう、乗っかっとこう、悩みに乗っかっていきましょうよ。今後のライブの予定などを聞かせていただけたらなと思うんですけれども、今後は、はいはい、パブリック EP に対して、うんうん、まあ、ツアーというか、はい、少し回りまして、うんうん、12月の23日に下北沢クラブ Q で、お、いいですね、ツアーファイナル、はい、クリスマスのちょっと前に、そうなんです、いいですね、クリスマススペシャルということで。ああ、そんなこと思ってる、ほんとに。いや、思ってる、適当に言わない。いや、思ってます。クリスマススペシャル。あ、ほんとですか。やるほど。はい。もう、じゃあ、ガンガンこの曲もやりつつの。やります。いいじゃないですか。ライブはどんな感じですか。ライブは…いつも、もう、自分たちの感じ的に。激しいですね。ああ、結構激しめに。かっこつけない感じですね。あ、そうなの？もうびっちゃびちゃな。あ、いいですね。びっちゃびちゃ系。まんまのやつね。まんまのやつ。自分をまんま出すやつ、ね。まんま出すやつ。いいじゃないですか。え、どういうプレイするんですか、もう辻さんは。どうですか。変態ですね。変態ではないでしょ。俺こういうなんかちょっとお姉系な感じありません、ちょっと。なんなんすかね、女子感ありますよね。いや、女子感は否めない。よく言われますね、タゴミさんにも言われますね。すごい突っ込まれてたもん。タゴミさんにも最初確認作業があった。あ、確認だけども大丈夫だよねって大丈夫です、大丈夫っていう話から、もうエンジニアの方からも、え、本当にみたいな。大丈夫、レコーディング中ずっといじられてましたね。無理してないとかって言っておかしいな、こんなキャラじゃなかったんだけどな。ちゃんと女性が好きってことで。はい、そうですね。じゃあカメラに向かって女性が好きって言ってもらっていいですかね。
女性が好き結構好きだいぶ好きだそうなってくると話が変わってくるそうなってきちゃってますよりエロくなってきましたんでややこしくなっちゃいますけどもまあまあそんなわけでですねこの、ベンサムの皆さん今後ともぜひとも大注目ということで最後になんか言い残したことないですか大丈夫ですかなんだろうなだいぶ緊張してるもんね緊張しますね汗だくだもんね汗だくですねライブのびっちゃびちゃがすごい汗がもうライブこんな感じですいやいやライブ今表現しちゃっていいですよだいぶ汗の種類違うんですねそうですねまあそうですねあれですねはい何かありますかないならいいやろないなら無理しなくていいからねいや本当に大切なベンサムファーストシングルパブリック EP すごく素敵な作品になっておりますよかったら買ってくださいよろしくお願いします。そんで汗だくの彼らをぜひライブで確認してほしいと思います。というわけで、ベンサムの尾関さんそして辻さんに来ていただきましたありがとうございました。ありがとうございました。